皆さんこんにちは、しらたんです。はい、今回はですね、久しぶりのメイク動画となっております。ちょっと久しぶりかなと思うんですけれども、リクエストをもらっていたので今日メイク動画を撮ろうと思って、何をやろうかなと思ったんですけど、最近ちょっとねメイクがナチュラルめになってきたなっていうことで、ちょっと今日は思い切ってがっつりしたメイクやろうかなと思って、今回のテーマは美人顔になれるような大人のクールな女性みたいな、ちょっとオーラがあるような感じの女性をテーマにメイクをしてみました。全体的に色味がちょっと濃いめだったりとか、メイクもいつもよりも結構手を込んでしっかりとやっているので、いつもとはまた違った雰囲気のメイクができたかなと思います。このメイクはどっちかっていうとやっぱ冬とかにすごくおすすめのメイクかなっていう気がするので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。では早速メイクを始めていきます。カラコンはまずこちらのレンズを使っていきます。最近よくカラコンの質問いただくんですけど、一番このカラコンを使っております。そしたら続いてこの下地を塗っていきます。今回はまあ美人顔風メイクということで、しっかりとメイクをやっていきたいので、下地もいつもよりもしっかりとやっていきました。なのでまずはこのシュウエムラのアンリミテッドブロックブースターを使ってお肌のムラを整えていきます。そしたら続いてこのクッションファンデ、ナーズのクッションファンデ使っていくんですけど、ナーズのクッションファンデは本当によくって、しっかりとカバーしてくれて肌を綺麗に見せてくれつつも、でも厚塗り感が出ないので今回のメイクにはぴったりだなと思ってこちらを選びました。これで全体的に広げていったら、ナーズのコンシーラーを使ってクマとか、まあなんか気になるところを隠していきます。このコンシーラーは私ベストコスメにも選んだんですけど、本当に密着力もすごいし仕上がりも綺麗で寄りにくかったりするので、このコンシーラーもとてもおすすめです。であと口角のところをね、ちょっと今回はコンシーラーをして自然な感じで口角がこう上がって見えるようにメイクをしていきたいと思います。そしたらパウダー、これもナーズのものなんですけど、やっぱベースメイクはナーズが私は好きですね。最近すごく肌が綺麗に見えるので、で崩れにくいので、このパウダーもとてもおすすめです。これを薄く広げていったら、まず最初にコンタリングをしていきます。やっぱり今回のメイクで大事なのってこう骨格メイクだと思ってて、骨格がはっきりしてるとやっぱそれだけすごく美人顔に見えるなっていう風に私は思うので、まずこのなんて言うんでしょう、目頭のくぼみのところ、クリースっていうのかな、そこを彫りを深く見せるためにここからノーズシャドウにつなげるような感じでまず仕込みを入れていきます。出来上がりこんな感じです。でまた同じカラーを取って、今いつも通りこの頬骨のところと、あとこのフェイスライン下のところに入れていくんですけど、これも本当にこの顎のラインに沿う感じで入れて、でちょっと徐々に上にふわっとぼかす感じで入れていきます。そしたらアイシャドウはこちらの 3C のアイシャドウを使っていきます。まず左上の馴染みのいいベージュカラーを取って、これをアイホール全体にのせていきます。やっぱりこの馴染みやすいカラーで仕込みを入れることで、次にのせるアイシャドウの発色だったりとか、こう色ムラがまずなくなるので、すごくアイシャドウも綺麗にのってくれるので、この工程も結構大事です。下まぶたにも全体的に塗ったら、続いてこのカラーを、まあ、筆じゃなくてもいいんですけど筆に取って、ちょっとさっきよりは狭めの範囲に塗っていきます。あんまり広く塗りすぎちゃってもさっき入れたコンタのメイクがちょっともったいなく思えちゃうので、なるべく広めに入れたいけども、そこをちょっと抑えながらグラデーションにしていきます。でこの真ん中のカラーを取っていきます。でこのカラーで目尻をね、こうちょっと締めていくんですけれども、この作業も本当に目を大きく見せてくれたりとか、全体的にこう目元がピシッて引き締まって見えるので、この工程もすごく大事です。ここは結構大雑把にねやっちゃって大丈夫です。で左下のカラーなんですけど、これがラメが入っててですね、これをその境目に入れるような感じ、もうほとんど中央しか塗らないぐらいのテンション感で塗っていきます。やっぱこのキラキラが入ることで目元に立体感が出たりとか、すごく魅力的な目元になれるので、ここの工程もねすごく大事です。でその隣のカラー、ちょっと暗めのカラーを取って、これをまつげの際を埋めるような感じでどんどん塗っていくんですけど、いつも私アイラインは目尻しか引かないんですけど、今回はまあ目元に深みを出すために入れていきました。ビフォーアフターがねこんな感じで、左だけ今入れてる状態です。結構違って見えると思うんですけど、でこのカラーを下の目尻にも入れていきます。私は目がつり目なので、ここの三角ゾーンに濃いカラーを入れるとやっぱ目元
が大きく見えたりとかして、でちょっと柔らかい雰囲気にもなったりするので、この三角ゾーンは割と濃いカラーを入れることが多いです。であと今回アイラインをちょっと長めに引きたいなと思って、そのガイドラインを先にこのアイシャドウで入れていきました。ちょっと斜めカットになってる筆とかを使うと入れやすいと思います。であとこの目頭のところと下の目頭のところをこうくの字を描くような感じで、改めてしっかりとここをグッと入れてあげることでより目力が出るので、やるのとやらないのではね割と変わってくるポイントです。そしたら上のラメのカラーを取って、これを涙袋に入れていきます。やっぱり涙袋もねあった方が目が大きく見えるし、すごくこう引き込まれる目元になると思うので、ここにラメのカラーをのせていって、でアイラインを引いていくんですけど、アイラインもラズベリーモカブラウンっていうちょっと赤みがかったカラーを持ってきました。今回は全体的にちょっと赤み系で進めようと思います。アイラインで全部引いてしまうとさすがにこうがっつりっていう感じになっちゃうので、さっきのガイドラインとちょっとうまくぼかしていくような感じでラインを描いていきます。でさっきと同じカラーアイシャドウを取って、これをまたさらに上から重ねて、より自然な感じでアイラインが引けるようにぼかしていきます。そしたらマスカラ下地を塗っていきます。マスカラもねしっかりと塗ってあった方が目力が出ると思うし、私はそっちの方が好きなので、今回このマスカラ下地マックのやつを使いました。これはボリュームがね結構出るタイプかなって思います。そしたらメイベリンのマスカラなんですけど、これもチェリーブラックを使っていきました。色味が統一されているとすごく全体的にメイクも綺麗に見えるし、なんでしょう、こう顔のバランスが良くなって、なんだろうな、高級感が出るっていうか、そんな気がするので、今回はチェリーブラックを使っていきました。そしたら続いて眉毛を描いていきます。まずこのスクリューブラシの方でまつ毛の毛並みを整えてから描いていくんですけど、これもなんかなんだろう、そんなにがっつり描くんじゃなくて、ほんと足りないところを付け足すイメージで描いていきます。で私は目と眉毛をちょっと近づけたいなと思ったので、なるべく下の方に付け足すイメージで眉毛は描いていきました。で眉マスカラをしていくんですけど、まあこれは自分の髪色に合わせたカラーで大丈夫かなと思います。ちょっとまつ毛を立てるようなイメージで塗っていきます。そしたらチークを入れていくんですけど、このナーズのチーク、これがね本当に絶妙なカラーで可愛くて、ベージュカラーなんですけど血色もしっかり出てとってもおすすめなカラーなんですが、これを結構こうがっつり斜めに入れていきます。やっぱそうすることでシュッとして見えるので、よりかっこいいオーラのある女性が演出できるかなと思います。そしたら続いてハイライトなんですけど、まずこのショーゴールドっていう偏光パールでちょっとピンクっぽく見えるんですよ、角度によって。このカラーをまずこの頬骨のところに塗っていきます。続いてこのゴールドっぽい馴染みのいいカラーを使っていくんですけど、このねハイライトマジでツヤがパーンって出るので、とってもおすすめなハイライトです。いつもとちょっと違うポイントとしては、2色今回ハイライト使ってて、さっきの偏光パールの方は偏光パールっていうだけあって角度によって見え方が変わるので、それですごいこう引きつけられるようなそういう印象を出せるかなと思ったので、今回2個使ってます。ハイライトはやっぱりオーラを出すっていう意味ではすごく重要な部分になってくると思うので、結構しっかりと入れていきましたかね。そして最後リップを塗っていきます。マージンのリップってすごく滑らかに塗れて落ちにくかったりするので大好きなんですけど、今回このねちょっと濃いめなダークなカラーを選びました。やっぱりダークなリップっていうのは女性をすごくかっこよく見せてくれると思うので、今回はこちらのカラーをチョイスしました。ということでこんな感じでメイクの完成でございます。はい、というわけでこんな感じでメイク完成いたしました。どうでしょうか。やっぱり私こういった濃いメイク好きなので、結構今回のメイクも自分の中ではお気に入りのメイクにできたかなと思います。オーラがあるような感じの女性っていうのがテーマだったので、ゴージャスな雰囲気を出せるように頑張ってメイクをしてみました。何でもこう塗りたくればいいっていう感じの考えではなくて、使うコスメだったりとかも色味を統一させてあげることで一気に顔に統一感も出るし、なんか結構こう高級感が出るっていうか、全体的なバランスがすごくよく見えると思うので、今回はバーガンディ寄りな感じのコスメを使っております。やっぱりこうバーガンディカラーっていうのは綺麗な女性に見せてくれるイメージが私の中ではあって、なのでちょっと今回はバーガンディでコスメを揃えてみました。普段のメイクよりもコントーニングをすごくしっかりとやっていったんですけど、骨格をしっかり作ってあげることで美人感が増すと思うので、ここの工程はすごく大事になってくるかなと思います。リップも割とこういった濃いめなカラーを使ってあげると、より顔がはっきりしてオーラがブワッと出てくるんじゃないかなっていう気がします。はい、ということで今回はですね、オーラのあるような美人風メイクをしていました。このメイクは女子会とかにもすごくおすすめなメイクなので、ぜひぜひ皆さん参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。
ー。